ティルナノーグは炎に消えた。胸が苦しくなるような初めての喪失感。ジオンのコロニー落としでは想像できないくらいたくさんの人たちがもっとずっと辛い思いをしたはず。あの人もきっとその一人。ギレン総帥が言ったように、この悲しみを怒りに変えて戦う。この苦しさを実感した今だからこそ、それじゃダメだってことだけはわかる。焦りや怒りは目を曇らせるってことも知ってる。みんなを守りたい、その思いだけで私はきっと戦える。無事でよかった。ほんといいチームになったわ。キリーさん。アルマ？引っ越しは慣れたつもりなんですけど、今回はちょっと、いや、結構きついっすね。つらかったわね。でも戦いは終わりじゃない。あなたの力はきっと多くの仲間を救うわ。泣くのは今だけにしておきなさい。ゆっくり休ませられずにすまんな。こんな大きな基地でも人手不足らしい。ギャレット少佐が会議に出席中のため、本作戦は私が指揮を取る。目的地はグレートキャニオンの物資集積所。敵が本格進行を開始する前にガウを飛ばし、物資と人員を引き上げる。お使いってわけですか？いや、最近この付近で友軍部隊が消息を絶ったという報告が何件かあってな。我々は念のための護衛役だ。消息不明って敵の部隊が潜伏してるんですかね？可能性はある。例えばあの黒い犬のエンブレムの部隊、あいつらはここ最近我が軍の制圧地域内で友軍を襲撃して回っていた。先日の交戦でもあの部隊の機体だけは捕捉が難しかったです。多分奇襲や潜伏に向いた機体なのかと。私の機体と同じってわけか。まあ何もないことを祈るとしよう。それよりもだ、集積所の指揮官は非常に軍規に厳しい方と聞く。お前たちくれぐれも言動には注意しろ。シティルナー少尉、主にお前に言ってるんだぞ。私ですか？では作戦について説明を始める。先ほど言った通り、我々は物資回収班の護衛を行う。回収班の護衛を行う。運搬するコンテナはこれだ。現地は未だ我が軍の制圧圏内だが、昨今の情勢から護衛が必要と判断されたわけだ。ザクタンクの最大積載量まで回収したら一度ガウに戻って引き渡しだ。回収予定の物資量だと
数往復する必要がありそうだ。万が一敵の襲撃を受けた場合、ザクタンクが撃破されたら作戦は失敗となる。説明は以上だ。各自出撃準備。ねえミア、ヘレナ、なんかおかしくない？おいおい、タンガニ、友軍の基地で何を警戒してんだよ。わからないけど、すごく嫌な感じなんだよ。二人とも十分警戒して。シティルナー少尉、特に異常はない。ここの警備隊とともに回収班の護衛に当たれ。了解です。警備隊の人たち、なんで私たちをずっと監視してるの？そう、珍しいモビルスーツだからじゃないですか？かかれ！
Thank you.
よくやってくれた。本来ならこれで帰還するところだが、彼らを放っておくわけにはいくまい。よりによってハーピー秘蔵の部隊が来るとは。どうして、あなたほどの厳格な方が。ジオンはもうおしまいだよ。部下たちを生きて本国に返してやりたかった。連邦、しかも黒い犬のエンブレム付きがいる。しかしティルナノーブに押し入った奴らとは違うな。軍隊ってどこか。で、皆さんしっかり。それより連邦のモビルスーツがこの基地にいることが問題ですよ。指揮官さんよ、手抜いてんじゃねえぞ。散々ジオン狩りに手を貸してきて今さら何を迷ってやがる。そんなんじゃこっちで扱ってるあんたの部下がどうなることか分かってんだろ。いつまで我々にこんなことを続けさせる気だ。バレて友軍コードが変更されない限り協力するってのが取引の条件だったろうが。だが今回の獲物は極上だ。これで終わりにしてやろう。その言葉忘れるな。たとえ友軍殺しの裏切り者になっても生きて国に帰るためやるしかない。そうそう、それでいい。が残念だね。何？ちょいと話が変わったのさ。相手はうちの隊長が子孫した魔女じゃねえか。さえやればおめえ返上、本体復帰も思うがままってわけだ。それはどうだ。マジかよ。相手はたった3機。さあ魔女狩りを始めようぜ。己の身可愛さに仲間を売っていたのか。私も一歩間違えれば同じだったかもな。少尉、遠慮はいらん。全力で叩け。了解っす。
僕の手を使うか。ここで決めます。
これも戦争なんですか？大切な場所も人も思いも奪って人を狂わせる。そんなの悲しいだけじゃないですか？人間の理解を超えた理不尽、それが否応なく襲いかかるのが戦争だ。生真面目な人ほど、それは耐え難いものだ。我々は空へ帰る。お前たちさえ来なければ。撃て少尉、彼は敵だ。ためらうな。その迷いが仲間を殺すことになるぞ。ラングレーデン。先ほどはありがとうございました。ノイジーフェアリーのアルマシティルナ少尉です。ほう、君がハーピーの秘蔵庫か。イアン・グレーデン中尉だ。君の活躍はここでも噂になってるよ。妖精の女王様。お久しぶりです中尉。相変わらずいい目をしているな、ヘーゲル総長。迷いないみたいだな。君らのようなエースが共に戦ってくれること、この基地のパイロットを代表し感謝する。起死回生をかけて決行されたジャブロー攻略作戦が失敗し、将校たちはみんな我先にと地上を去っていった。キャリフォルニアベースも例外ではなく、キリーさんが防衛戦の指揮をすることになった。ノイジーフェアリーがこれからどうなるのか、それはまだわからないけど、今はとにかくただ休みたかった。あの子たちのことを頼んだわ、バルバラ。本当に私でいいのですか？このキリー・ギャレットが保証するわ。奪ったから奪われるのか、奪われたから奪うのか、何が始まりなのかさえもう誰もわからなくなっていた。次回、巣立ちの日。戦火に照らされ妖精たちは踊る。 I hope everyone enjoyed the video. I appreciate everyone taking the time out today to watch my videos. I really appreciate it and it means a lot.And I wish everyone a good day. Later.